研究してますちゃんと。はい、僕あのヌンチャクといえばアメリカ遠征した時に2年ぐらい行ってた期間があったんですけど、手荷物で飛行機の中に手荷物でヌンチャクを持ち込んじゃったんですよ、うん、そしたらあの捕まっちゃって捕まっちゃうんですか。捕まっちゃったんですね。で裁判かけられて、お罰金が確か120-130万、ええー、取られましたね。あの居合抜きをやってみたいなというのは気持ちは今でもあります。まあサイヌンチャクトンファ特に真剣勝負の場合ですよ。間違ったじゃ済まないですからね、あれね。そうですね。もっと言いましょうか。先の細い、チタン黒炭の箸。先の細い。怖いじゃん。極端に言うとこれ、海外旅行行くときは持っていこうと思ってますよ。2、3本懐に入れて。あの、やっぱり足原先生に習ったさばきを非常に大事にしてますね。で、足原先輩って言ってて、あの足原先輩の動きを本当に勉強してたのは長谷川志安だと思いますよ。それでしかもそれを実戦で活用してチャンピオンまでなったフィジカルの二宮上皇、ね、多彩な技の中山武雄、その前にその弟子ではないけれど後輩として足原先生の薫陶を受けた長谷川志安が第2回かな全日本チャンピオンになってる。なんていう技術を育てる手腕、職人芸、これはもう突出したものがある断定して構わないんじゃないでしょうか。はい、先輩たち特に天地上下の構えは山崎輝朋思案の流れ、あの裁き、これは明らかに足原先生の流れで、その山崎先輩の金的の受けの天地上下も足原先生に金玉蹴られたっていうね、そういう流れがまあ長谷川一之思案の中に実践空手として残ってるというふうに僕は。じゃあ全部のルーツは足原師範。足原師範にあるということはね、勉強になりますよね。足原師範もそういうあの組手の中の大山総裁の動きを学んで改良したんじゃないですかね。あ、大山総裁正面にいない人なの、いつも。あ、組手やるとすぐ相手の側面入っちゃう。側面に入る。そうそう。完全な技として扱う、人に伝えられる技術として作り上げたのが足原先生じゃないかなと。上がらきれないというか、否定できない流れは見えますよね。だから、長谷川志安はね、本当にその辺ではね、役者っていうか、あの、なんていうかな、職人。職人。やっぱり職人であり、技術者だと思いますよ。はい。なんかそう、こういう話聞くと、その、大山総裁、足原志安、山崎先生と、こう、脈々とこう、ああ、その通り、その通り。すごい格闘ロマンっていうか、そういうのを感じますよね。天地上下遠心の構えになったと、そこに裁きが入ってきたという流れ見たら歴史性がわかるじゃないですか。だから僕はね、あの想像だから 100% 私が正しいとは言わないけど、あら、どうもそういう流れあるなと。さっき言った一つ一つのエピソードの中に、あの、なんていうかな、上がらいきれないというか否定できない流れは見えますよね。そういうことです。だから長谷川志安はね、本当にその辺ではね、役者っていうか、あの、なんていうかな、職人。やっぱり職人であり、技術者だと思いますよ。はい。だから今、高潔くんって世界チャンピオンね。あの、非常に有名なチャンピオンを育ててますからね。はい。なんかそう、こういう話聞くと、その、大山総裁、足原ちゃん、山崎先生と、こう、脈々とこう。あ、その通り、その通り。すごい格闘ロマンっていうか、そういうのを感じますよね。ただ、回し蹴りの影響を受けすぎて、無栄体化しちゃったっていうのは僕はね、ちょっと遠回りだったと思いますね。はい。ちなみに、浜井先生が最も影響を受けた、っていうのは、やっぱ勝明先輩と中山武雄じゃないですかね。あと東さん見てて、もう見るだけ勉強。その後になってくると、それは二宮にも刺激受けたし、あれですね、中村誠もいたし、これはね、いろんなきら星のごとくいっぱいいましたよ、やっぱり。で、華麗なことを言えばね、まあ、悪人三兄弟みたいなのもいたけど、あれはまあ、回し蹴り後ろ回しはうまかった。悪人三兄弟、まあまあ、それちょっと前に出たじゃないですか。本部でも、アグラス三兄弟で、白帯の顔面ばっかり蹴飛ばしてるの。はい。あんまり言いたくないです。では、次の質問になります。楽しい話をありがとうございます。大石大吾さんの何かのインタビューによりますと、足原師範は黒帯には容赦なく顔面を叩いてきたらしいのですが、色帯は叩かないというルールのようなものがあったとのことです。
後年強かった人として大山康彦師範と山崎照友師範と言っていたように、山崎師範には相当目をかけていたんでしょうねと。だと思いますね。本当に山崎先輩はまあいろんな人からいい意味でも悪い意味でも可愛がられたんでしょうね、やっぱりね。うん、だから、もう一回質問言ってください。なんで？色帯は顔面を容赦なく黒帯には。あ、大石先輩なんですね。はい。大石先輩、その足原師範の話ですよね、それ。はい、はい、そうですね。大石師範が言ってたと。言ってた足原師範は、色帯は叩かなかったじゃないですか。はい。ああ、そういうことです。それはちょっと僕は分かりません。大石先輩がそう言ってらっしゃるならそうだと思います。はい。まあ、この、今話に出てきた妖刀村正大石師匠なんですけども、先生、まあ、何ヶ月か前に一度行った時に、先生とすごくなんかフレンドリーに話されてるのを見て、あ、いいなっていうような、印象を受けたんですけども。いや、今はフレンドリーですよ。今は、はい、今はですね。そうだね。なるほどですね。まあまあ、昔。昔あっていろんなことあってもね、それも、もう私の中じゃ思い出になっちゃってるから。はい。まあ、それを別にこう、根に持って言ったりとか、先生しないですよ。私の性格は根に持てない性格です。先生、どっちかとすごく明るくて、カラッとした、竹を割ったような性格ですよ、ね。それともう一つあるんですよ。俺も相当生意気だったろうな。先生の若い頃の写真見ると、このアフロやって。こうだね。こういうの釣り合わせ。サングラス。今完全にこうでしょ、下がっちゃってる。昔こうだったからね。やっぱ先生、その時は、やっぱりこう、なんかやってやろう、みたいな気持ちが。いや、それはあったと思いますよ。さっきみたいなのあったと思いますよ。いつでもやってやろうな、って気持ちありましたからね。そういうのは、やっぱり先輩からも、やっぱ圧力あるから、やっぱそんな、のんびりした気持ちで言ってられないですよ、それは。回し切りはぶちかまされる。小手で張り手で飛んでくるわ。鼓膜は破れるわね。あばらはおられるわ。もう、そんなこといっぱいありますからね、あんな。先生、よくそこまでやられて、もう一日何時間も勉強して、よく一橋も入りましたよね。いや、それは高校の時だから、高校の時。大学行ってからだから、その教育神経科がね。大学行ってからも、そうやってまあ、やられて、まあ、大学行ってからの方が結構勉強も大変じゃないですか。いや、でもまあ、手抜いちゃったね。なるほどですね。まあ、もう一つ質問します。浜井先生のは、なんというか喧嘩空手ですね、と。足原先生が実践していた感じ、空気感に思いました。実践向きのコンビネーションだと思いますと。あ、この前ね、はい、それあれでしょ、極真五真空手の体験会見てね、はい、はっきり言うけど実践的だと思いますよ。うかつな技よりは、金敵を中心としたね、攻撃力ね、あれ金敵をフェイントにかけて上段打つとかね、あもうあれはね、実際使える、あれ、あ、極端に言うとアクション映画にも使えるね。あそうですね。相手の懐開いてドンバーンってこれ。ほんで、相手がひるんだところをね、あとボディドサーンと叩いて一発で倒すとかね。もう、金敵と顔面だけでうなってるところへ、力抜けたところへボディ叩いたらもっと効くからね。今、実践的に、金敵蹴りを教える道場って浜先生のところだけじゃないですか、ね。まあ、ないと思いますね。そうですよね。だから、僕は、あれを五神空手として完成させたいって、あれを元にして皆さん自分で技工夫してくださいって言ってるんで、別に完成形じゃないですよ。まだまだ始まったばっかりだから。あれ完成形になったら恐ろしいよね。うん。浜井先生の目指す完成形というのはどういったところでしょう。やっぱり昔の沖縄空手みたいに直線を中心にした金敵蹴りをフェイントにかけたり、金敵蹴りのフェイントから目つきをできるような、まあパンチやね、これができるようになって、ほで金敵の打ち方もただ直突きで突くとか前蹴りで金敵蹴るとか、特に今ほら靴履いてる時代だから、はいはい、中足での金敵蹴りはできないんですよ。そうすると背足の金敵やらなきゃいけないね。だからそういうものを中心とした、例えばこの回転してこう相手に背を向けるような形で金敵打ったりとか顔面打ったりとか、そういうね技もね、日常の上からのボブチャンチンのロシアンフック落として金敵打ち顔面、いやロシアンフック落として顔面金敵ね、そういう工夫がどんどん出てくるようになったら面白いだろうね。送り足金敵蹴りに上段でフェイントかけて目つぶししといて、目つぶしと同時に送り足して、もう次は左の金敵蹴るだけになっちゃったりね。右の内回し金敵蹴りで、相手が同じ構えでしてても、相手の左足が邪魔にならないように、相手の内側から金敵を蹴るっていうね。あれを気温稽古、移動稽古入れて、約束組手で入れたら、ものすごい空手ができると思いますよ。実は先日も、
日本空手協会の中山先生、はい、中達也先生と食事会してきたんですけど、もう彼に報告してきましたよ。何を報告したかったら、中先生で、本当に今回日本空手協会出られなかったの残念なんだけど、日本空手協会のスピードで近点技量を特化して、キックの斉藤君のように、はいはい、その余計な技しないで、近敵から上段突きを特化したら、相当すごい空手ができると。それでちょっと小型のドラグローブと、近敵技量をね、10セットくらいプレゼントしてきたんです。近敵も稽古してないが、中先生はね、ドラグローブはね、でかいのも含めて、10セット近く勝ててくれてるんですよ。で、あと2セット、小型のやつをプレゼントして、ただ、金的カップ勝ててないんで、金的カップばらして使えるように、ちゃんとこれで、5対5とか4対4とか6対6くらいで、金的がやる。ぜひ金的に特化した空手やってくださいって言ったら、中先生もちゃんと私の言うところで分かってくれててね。いや、浜井先生、我々の伝統、ただ極真の伝統、日本空手協会の伝統は、ファーストルールとして稽古も試合も残しておいて、セカンドルールとして、日本空手協会、極真空手。どっちも自分たちの伝統空手として、ね、引き算しないで、極真誤真空手をセカンドルールとして扱うっていう考えは大賛成だって言ってくれたんです。だから来年は今度出るとき、本当に日本空手協会のスピードある空手、スピードだけじゃ、極真のルールで戦ったらスピードじゃ勝てないですよ、はっきり言って。いくら速くたって、機関ももう完全に体作っちゃった人間には効かないから。でも、近敵入りあったらもう、どれだけでかくても、あのスピードで蹴られたら油断できないですからね。まあ、そうですね。ぜひお願いしますって言って頭下げてきましたよ。まあまあ、先生大体私の意図分かってくれるし、大体が近敵入りをね、示唆してくれたのは、中達也先生と、少林寺の、日本空手協会の中達也先生と、少林寺の井上先生の責任だって、二人で。蹴り合ってるんですね。そう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 。それがあるから、先生、悪いけど、先生の責任一旦担ってくださいってね、押し付けてるんですよ、本当に。そんなこと言えたくて、あれじゃない、僕は恩人なんだけどね。本当に恩人だと思ってますよ。はい。まあ、前回、体験会をやったわけなんですけども、まあ、これも大好評で、まあ、全部で10人ぐらい来られたんですけども、先生、第2回の体験会どういう？10月28日土曜日、17時から同じ、そこでやります。バトルフィットネスでやります。10月28日の土曜日。17時。17時から午後5時。はい。こちらは無料体験会として。無料体験会のやつは、これは初心者は無料だけど、2回目の人からは申し訳ないけど、2200円か3300円と、を払っていただかないと、ただずっと無料でやってるわけにいかないという面があるんですよ。告知はね、どっちかにした方がいいですね。どっちかだけ告知。初回無料体験ということで。初回無料。はい。で、2回目の人は、はい。2200円。2200円ということで、一つよろしくお願いします。はい。ぜひ、たくさんのご応募。まあ、これ、すごく体験会、まあ、前回のこの動画を見ていただければわかるんですけども、すごく、みんな、フレンドリーっていうか、まあ、楽しく、すごく、やられてたんで、ぜひですね、浜先生の話を聞くだけでも結構面白いんで、ぜひ、たくさんのご応募お待ちします。これは先生のに直接連絡してもらってもいいですし。いいですよ。これ、また入れといてあげてください、私の電話番号。はい、090。いいんですか、今回。3155-2821。私に直接電話くれても構いません。はい。ぜひお待ちしております。はい。はい、浜井先生に直接か、SNS で僕か浜井先生のに DM していただいても結構です。はい。第2回の体験会は10月28日土曜日の17時からです。はい、ぜひ、たくさんのご応募お待ちしています。よろしくお願いします。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。